謎のもうでしたけど、おもう第3章ハゲダンプって明確に書いてあるじゃん。うわハゲダンプかわいそう。まさか本当にブルエの呪いなんじゃ。そんな非科学的なことあってたまるか。僕がおかげに所属しているのは心霊現象なんて存在しないことを証明するためだ。なるほど。ジミコちゃん、ジミコちゃん、娘は黙りなさいよ。ワンワン、こいついたんだ。犬も黙って、犯人を探せ。見つけたら大声で僕を呼ぶんだ。お前そんな力あるのかよ。ここは入れないのかな。スライドしても鍵は見つからない。ここには鍵がなさそうだね。スライドしてみようか。特に何もないわけだ。じゃあ先に進もう。特にここは開かないみたいだし、この中は、お、なんかあります。ニッパー、あ、ペンチか。なんかよくわかんないんだよね。ペンチって呼ぶのかニッパーって呼ぶのかさ。俺が間違ってるだけなんだと思うんだけど。うん、ん、なんだ今の音は。おー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 、あ、ゲームオーバー？え、殺されたってこと？被害者俺？てかハゲダンプ俺？嘘でしょ？嘘でしょ？戻る。そっか、ゲームオーバー機能があったんだね。では、再挑戦しよう。ハゲダンプ。まあ、ここは読んだから飛ばしていきましょうね。ダラダラダラってってーと。まあ、これでね、まあ、ここでニッパーを取って、ほんで、先進んで、この音には無視をしていく。あっ、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 ちょっと待って、あいつ、テルオちゃうんか。戻る。え、ってことはこれ、ニッパー取っちゃダメってことか。まあ、またね、挑戦していくけど。ダラ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 。ってことは先にこっち行かないといけないのかな。多分フラグを立て損なったとかそういう感じだよね。いわゆるここはいない。こっちか。こう行ってここをチェックしなきゃいけないのか。でこの中は特にない。スライドして特にない。ここに鍵があるわけでもない。呼び鈴も鳴れない。鍵がかかっているのを確認しました。え、じゃあどうすればいいの。やっぱニッパー取らないかんやん。で、嘘でしょ。ニッパー取っちゃダメなの。戻る。わからんね。なかなか殺されるよね。てかハゲダンプいないよね。そういやね、この最初のところね、ハゲダンプどっか行ったのか。てかハゲダンプ犯人もしかしてね。そんな気するよね。まあ鍵がかかってて、音聞いちゃダメなんだねきっと。てか先にニッパー取らない、ニッパーを使えるようにしなきゃいけないのかな。ちょっとそうしようか。ニッパーを取ってこれを押しておいて、こうすればあー簡単に殺されるね。脱出できませんな。やっぱニッパー取っちゃダメか。じゃあニッパースルーしてみようか。開けるけど、まあ連打してと。でニッパーを見つけるけどスルーしておいて、開けちゃダメなの。あそこを開けちゃダメなの。ほらほら、開けちゃダメなんだね。じゃあそこ、うん、難しいよね、ほんと。よし、ハゲダンプ。レンダーだ。きっと押しちゃダメなんだから、あそこはスルーしなきゃいけないんだよね。で、この中に特に何もあるわけじゃないし、スライドしても特に何も出てこないし、ここを押しても鍵が出てくるわけちゃうし、まあまずここスルー、
だから絶対あそこ以外のどっかにそのなんつうのクリアの鍵があるわけだよね。でも特に何もないもんね。うん、何もないね。まあ、先進んでみよっか。ここも開かないし、まあ、ここら辺に鍵があるわけでもないし、ここにも鍵ないし、開けてみても特に何も出てこねえし、呼び鈴にはならないし、先進んでここやろうとしても鍵開かないしさ、でここにも特に鍵はないし、中見ようと思っても特に中に何もいないし、ここ鍵はないと。でここ鍵がかかっていることを確認して、ちょっとね、ヒント探してきます。ということで、ハゲダンプ行きましょう。実はこれね、本当にこういう、いつも触ってるところ以外のところを触らなきゃいけなかったみたいです。実は、ここなんですよ。左下を押すと排水口のところを見つけることができて、ここの左下にね、部屋の鍵があるわけだ。で、戻って、ここ。あれ？違うの？あ、おうおう、ハゲダンプ。マジふざけんな。マジふざけんな、マジふざけんな。ということで、この部屋に入れるみたいね。どうやら。さあ、室内行こう。まあ、中には何もない。そして、お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 、なんか溜まってたぞ、なんか溜まってた。お、なんか変な人形あるね。まあ、仮面ライダーシャンプーかな。んで、なんかここも急にたまに出てくるからさ、怖いんだよな。ああ、さっきあれベランダ行ってなかったね。行ってみようか。おーい！ああ、もういた。で、特にないから通路戻ろっか。んで、一応仮面ライダーのやつを押しといて、特に何もない。で、ニッパーゲットしといて、こいつとこいつを使うわけじゃないのね。じゃあ一応仮面ライダーのやつをセットしておいて、こう、こうかも。え？え？どうなる？ああ、死んじゃった。ってことはこれだけじゃダメってことか。ちょっともう一回攻略のやつ見とくね。本当にマジでわかんねえから。ということでまた戻ってまいりました。ということで、ね、意外に僕も見落としがあるみたいで。まあどんどんね、見ていこうかなと思います。多分ここで詰まる人が結構多いと思うんでね、一緒にやっていきましょう。まず左押して、この排水口のね、鍵をゲットすると。で、右押して先に進み、そしてこのバカハゲダンプが、こう、マジふざけんな、マジふざけんな、マジふざけんなになると。で、鍵使って中入りましょう。室内へ。で、まあ先進んで、ここで水を抜くわけです。水を抜くと、実は、ここに錆びた鍵があると。で、まあ一応仮面ライダーシャンプーもゲットして、先行って、あれ今回あの女の子いないですね。開けてからなのかな？というわけでもない。ここ開けてなかったからかな？一応あの女の子が出るところ目撃したかったんだけど、さっき出たからいないってことかな？もう。まあ通路戻って、でだ。次に、あれどうすんだっけ？戻ってここ。鍵が折れてしまった。で、また先へ進みたいのよっと。で、エレベーターを調べると。で、ん？今何かいたような。ってなる。で、これダストシュート調べて、ニッパーゲット。で、戻って、これでニッパーで開けると。そして鍵が開いて階段が現れる。
解除できたみたいだな。どこまで犯人の想定内かは知らないが、自分たちの行動範囲は広げておいて損はないだろう。うちの犬、不審者がいればすぐ見つけて吠えるはずなんだけど、いまいち超無反応なのよね。なるほど、このギャルナの犬だったわけだ。ワンワン。犯人が僕らのことを知っているやつなら、犬への対策も立てているのかもしれないな。対策って何よ。この子は餌には釣られないんだけど。喧嘩しないで。娘は黙って。ワンワン。おお。何よ今の音。ものすごい音がしたんだけど。別に先へ進めるわけでもなく。ってことはさっきのあそこに行けばいいのか。ここではない。おー、ハゲダンプくんまで、もういや、お願い許して。マジありえないんだけど、本当に呪いでしょこれ。うん、ハゲダンプの遺体だ。あ、で、なんかあんのかな他に。ダストシュート見ても特にないし、エレベーターこうずーっとね、一応確認はしておくけど、特に何も見当たらないしな。まあハゲダンプの遺体をこうシャンプーで洗うわけにもいかないわけか。そっか、ハゲダンプの遺体見つけたからって終わりじゃないんだね。ここになんかあんのかな、また。お、また錆びた鍵見つけた。では戻って、ここに使えるのかな。ここではない。じゃあどこなんだろう。ここ？ここでもない。あ、戻ってきたら、私たちもう逃げられないんじゃないのこの呪いから。落ち着けギャルナ。呪いなんぞあってたまるか。この団地の物の配置、封鎖された通路、これは明らかに人為的なものだ。心霊現象に見せかけ動揺させて、こちらの反撃を受けずに犯行を行うための犯人の作戦だ。僕は負けないぞ。犯人の正体を必ず暴いてやる。で、一応クリアとなったわけだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。だけどそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？最新の動画を見逃さないためにも、ここに表示されているようなチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。